どうも、トモハッピーです。動画を見てくれてありがとうございます。まだの方、チャンネル登録お願いします。今日はトーク会ということで、トークテーマお願いします。トモハッピー、以前今後ビジネスとか商売、どんどん頑張っていこうって話をしたんで、商売、やりたい、幅広くやりたい。僕、これやったらいいんじゃないのかっていうのをちょっと一個持ってきたんですよ。お、何？トモハッピーこそカード屋でしょと思って。あ、ここでちょっとね、新規って新しいカード屋、新しいカード屋。はい。それよりさ、なんかお腹空かない？今日俺朝から何も食べてないんだけど。ラーメンとカレーどっちがいい？ラーメン。え、王道屋家系東京か武将屋かどっちがいい？王道屋家系東京でお願いします。ほんと？はい。じゃあ行くか。まあ飯もいいんすけど、まあ、とりあえずちょっと今日これ一本取らないとちょっとストックがなくなっちゃうんで、まあ、まずは取ります。何トークテーマ何？お腹空いてちょっと記憶が飛んだわ。まあね、トークテーマは、はい、ハッピーはカード屋をやるのか。カード屋、その話すのはちょっと早いんじゃないの？ちょっと早いと思うんですよね、僕は。それはだって、まあ、カード屋さんってやりたいかやりたくないかで言ったら、まずやりたいけど、カード屋をじゃあ仮にやりますって言って今始めるとするよね。仮にね、仮にっすよ。ハレルヤ頑張れよってなんない？ハレルヤっていうカード屋さんを辞任させてもらったんですけど、そこそのまま続けて頑張れよってなるじゃん。だって見てる方、確かに、まあ確かにハレルヤにとってマイナスだと思ったから辞めてるっていうのが一番大きなまとめの理由であるわけで、何もないところからやるなら失うものっていうのはあんまりないわけで、基本的にカードゲーム業界にとって、そのお客さんにとって加点となるような喜ばれるようなことをやるんだったら、やるのはまあ自由ではあると思うんだけど、突き詰めるとにしたって早いかなって思っちゃうね。その自分の人生から切っては切れない関係ではあるけどさ、カード屋っていう商売をねするのは。まあ、とはいえね、やっぱり気になる人もやっぱいらっしゃると思うんで、まあ、可能性の話でも、まあ、構わないと思うんですよ。まあ、やるとしたら、こんなカード屋みたいなのがあればね、ちょっと皆さん聞きたいんじゃないかなと思いまして。じゃあ分かりました。あくまでその今すぐの話じゃなくて、はい、まあ、今後の人生において許されるタイミングとか形でやるとしたらっていう話で、だからやるかやんないかで言うと、結論やるかもやらないかもなんだけど、今後やるとしたらどんなカード屋がいいかって言ったら、それは今までやってきた単一タイトル専門店、新しいオアシスを作る、品揃えめっちゃ豊富みたいな、そういう感じじゃなくて、多分ねもっとその違う形になると思います。今までやってきた形でやるっていうのはイコールいろんな方にお世話になってきたハレリアの邪魔になっちゃうっていうか、そもそも勝負にもならないとも思うし、そうじゃなくて、まあ例えば一つはもう王道の総合店を、もう他社の大規模なのと勝負しない形で、まあトモハッピーっていう、一応カードゲーム大好き人間がこう発信もしてるから、インフルエンサープラスカード屋みたいな感じの背伸びしない形で楽しくカードやって、そこで動画も撮ったりみたいなのが一つ、まあ、考えられますよね。これはまあ前例成功事例も多いし、今後もカードゲーム好きの方にはカード屋進めたいし、そういった方と手を取り合ってカード屋さんやるのもずっといいと思うよって言ってきてて、そうじゃなくて商売の形として、まあ、ちゃんとやるんだったら秋葉原でね、やっぱりカード屋をやると思うんだよね。やっぱりカードゲーム店の数とカードゲーム店に来るお客さんの数が多いんで、どんどん増えてる中でも他社と被らない戦略戦術でやるかなっていう。例えば極小店、秋葉原でなんかこうスペースに対してめちゃめちゃ陳列されてるみたいな、それを今までにない陳列方法でクリアする店を作りたいですね。なんかどういう風にするか具体的なイメージないんだけど、その襖で重なってるみたいな、で両面ショーケースみたいなイメージ、なんだろう、プレイスペースいっぱいあって品揃え充実してて、イベントもたくさんあるみたいな感じじゃなくて、ひたすらそのこう売買を少人数少人件費で回すみたいな。なるほど、なんかちょっと面白そうですね。あとはね、あの女性専用カード店っていうのが前ツイッターであったと思うんですけど、これは正直難しいと思ってて、
やりたいし業界にとって価値あると思うんだけど、今から新しくカードを始めますっていうところがやるほどそれで利益が立つかって言ったら、ちょっと利益っていう面では劣るんで、もうすでにカード屋さんをたくさんやってて儲かってますと、そういうお店が業界貢献のために1店舗ちょっと違うコンセプトでやりますみたいなことであれば、ギリギリの利益で回しても全然いいと思うんですよね。意義を考えたら、その女性のカードゲーマーがしっかり増えたり定着するのには今はちょっとやっぱりハードルが高いっていうか、ちょっと元男子校の共学化した学校みたいな想像してもらったらいいと思うんですけど、そこでもしそれで男性率9割超えてたらちょっと女子が居づらいとかありますよね。例えばヨガとかやってみたいなと思ったことあるの男性 OK ぐらいのヨガとか料理教室行ったらすげえ肩の荷狭い思いすると思うんだよね。女性メインの場所だったらさ居づらいと思うんだよね正直。そういうとこじゃなくてもっと女性が伸び伸びカードゲームできる店があったらいいなと思うんだけど、まあそれは覚悟いるよねやるなら。10店舗儲かってて11店舗目でやるならいいんだけど、1店舗目でそれはやる勇気はない、ね、例えばその2つなんだけど、例としてはなんかコンセプトカードゲーム店みたいなね、コンセプトカフェっていうものが現れて、まあ、昔だったらねそのゲーム機置いてある喫茶店とかもあったけどさ、コンセプトカフェが流行ってる街でコンセプトカード店も流行る説っていうのは結構あると思いますね。まあメイドカード店でもいいよね、極端な話分かりやすく言うと店員さんがみんなメイドみたいな、うん、まあ、これは逆に男性に喜ばれるよね。そうですね、うん、まあ、あとは秋葉原でさレンタルショーケース屋さんって結構あるじゃんね。はいはいはい、ありますね。レンタルショーケース店とかでもいいと思うけどね、ちょっといろいろクリアしなきゃいけない問題多いけど、うん、カードゲーム専門のレンタルショーケース屋さんとかもありえるし、まあ、ちょっとカードゲーム屋とはちょっと違う商売になっちゃうんだけど、まあ、本当にねちょっと前で言えばさ秋葉とか日本橋、大阪の日本橋でオリパめちゃめちゃ特化してて買い取りとオリパだけみたいな、ほぼそういう店とか、あと無人のカード屋さん、まあ、そういうなんかこうコンセプト特化型のカード屋さんみたいなのがカードゲームが盛り上がってる街ではそういうのもいけるかなって思うし、やっぱり秋葉原その他みたいな感じなんだね。まあもっと言うと秋葉原、日本橋、池袋、大須、その他みたいな感じなんだよね。勢力図っていうかカードゲームみたいな数とカードゲームのお客さんの多さ、そうですね、って考えると、まあそのダントツの秋葉原でやっぱりその隙間産業じゃないけど、はい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 、ね、100店舗ある街で同じようなカード屋の介護館っていう店よりもさ、一風変わった店の方がついでに寄ってみたくなんない？巡回で。そうですね。例えばたこ焼き屋さん10店舗あってもさ、たこ焼き屋は1店舗か2店舗じゃん一晩で買っても、はいはいはい、ね、おかわりでも違う店で買おうかなぐらいで、たこ焼き屋さん4店舗行かないけど、たこ焼きお好み焼きとかたこ焼き焼きそばなんかコンビネーションで行きそうでしょ。そうですね、でちょっと似てる粉もんだけど、うーん、まあ、そういう感じ言ったら、なるほど、はい、もしやる場合のブレストとしては、まあ、でもそれって結局ブレストですよね。まあでもまあ一番最初に言ったね、インフルエンサーの普通にカードやってみるっていうのは逆に総合店ちゃんとやったことないからやってみたい気もするし、まあ成功法かなと思うけど、なので自分もそこでさいろんなカードまた楽しみながら動画にもしてさ、ただまあブレストはブレストのね、パッと出てくるようなアイデア、そうですね、まあ、結局トモハッピーが一番やってみたいカードやって何なんですか。結局今やる前提じゃないから、その時流にもよるんだけど、はい、もし今カード屋すぐに始めないんだけど、はい、もし今自分がカード屋をやるとしたら、おこれだっていうアイデアは話すわけがないよ、それは。これ真似されたくないもん、絶対絶対無理絶対無理。ある、あ、あるにはあるんですか。あるけど、はい、半年後1年後でも通用するかもしれないし、はい、今これはやられたくないもん他の人に。マジですか。じゃあ結構その、まあ、種かもしれないですけど、うん、結構やるかもしれないものとしてあるってこと。まあそうね、アイデアってそのあっていいなと思っても突き詰めていったら何らかの経営的とか法的とか何らかのその障害に当たる可能性もあって、まあ、今のところはその障害っていうのが思いもよらぬ障害を思いついてなくて、ただまあ今やんないしなみたいな、温存しとこうみたいな感じ。じゃあまあちょっと今後にご期待というところで、まあ
そうっすね、え、置きたいっていうかまだちょっとしばらくは、うん、まあ俺のしばらくって別に3ヶ月とかが結構しばらくっていうタイプだからどっか分かんないけど、まあそんなわけなんで、トモハッピーが今カード屋やるならどんなカード屋やりそうかっていうなんかビジネスコンテストみたいになっちゃうけど雑にね好き放題コメント欄で予想してもらう分にはいいんで、これだ正解って答えないですけどね、はい、トモハッピーだったらどんなカード屋今やりそうかとかね、あとは皆さんがこれからカード屋始めるならどんなカード屋とかね、聞いてみたいです、はい、ぜひコメントで教えてください。結構ね見てくれてる方カード屋さんやりたいって人は多いと思うんだよね。ただ年々競争が激化してて、やっぱり需要も高まってるんだけど、年々カード屋さんのレベルって上がってるから、ちょっとイニシャルもかかりそうだしやりづらいななんて思ってる方は、まあおすすめは今はね、秋葉原で軸ずれ小規模店、何らかのコンセプトとか作戦みたいな感じですかね。はい、ちょっと秋葉原増えすぎてるから逆に日本橋の方がチャンスみたいなのあるかもしれないね、需要供給バランス、ね、まあそうですね、秋葉原が盛り上がり方が凄まじすぎるかな、全国から来るからね、やっぱね、はい、やっぱ秋葉原は強いっすよ、強い、はい、他のサブカルもやっぱすごい集まってるしね。そうですね、うん、カードゲームとその他の趣味のついで回りついで買いがあるから、うそういう面でも強くて、まあでも類似してるのはやっぱ日本橋、そうですね、よね、はい、ということでなんかちょっとあんまり気が進まないながらも話してみたんですがいかがだったでしょうか。やっぱでもカード屋の話してると途中から気が進んじゃってるね、振り返るとね。確かに、だって考えてきたことあってさ、今までたくさんさ、逆に話したことなかったかもな、今からやるならどんなカード屋って人様向けに話したことはあったような気もするけど、自分が今やるならみたいな答えは話せないみたいなでやるかやらないかでいうと今はやらないけど今後やるかもみたいな、そんな、はい、内容でした。またね、商売やカードゲームに関するトーク動画もやっていきますんで、こういうのも好きだって方はぜひチャンネル登録、動画の評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。